はい、本日はですね、こちらのノースフェイスのベストをご紹介していきたいなと思います。ベストというと、もただのベストではございませんということで、タイトルにもね、セールってあったと思うんですけども、一応正式名称言っておきます。キャンプインサレーションベストという名前になってて、まあ名前なんか覚えんでいいですわ。僕正直ね、これあのノースフェイスで代表するやつって言ったら、昔から出てるヌプシっていうモコモコしたダウンジャケットあるじゃないですか。皆さんも絶対一回見たことあると思うけども、それよりもしかしたらベストとしてやったら超えるかなと思ったぐらいの、あの最初購入した感想やったんですね。それを、今日はレビューしていくということにはなってるんですが、普通ってこういったなんていうんですか、綿入ってるやつでね、まあ、大体まあこれからの時期ちょうどいいですよねなんて言うじゃないですか。やけどこれに関しては春夏に出てるんですよ。今年の春夏に出てるから今セールにかかってるんですけど、なんでこれが春夏に出てんのというと、名前の通りこうキャンプとかで使うってことで、キャンプって言ったらやっぱり夜とかなってちょっと寒いじゃないですか。僕も同じキャンパーとしてね、やっぱ気持ちはわかるんですよ。泊まったことないけど、だから夜知らんけどね、まあ、大体多分寒いと思うんですよ。そんな時なんかにこうパーカーの上からサッて羽織ったりとかね、ロンティーの上からサッて羽織ったりする時にいいじゃないですかっていうようなベストなんですよね。だから春夏に出てたんやけども、ちょっと待てよと、これ一般的に考えたらこれ街中で着れるんちゃいますのと、今から街中ってちょうどええんちゃいますのということになってるので、今紹介していこうということなんですね。だからまあこれを見ていただいて、あ、今年ヌプシのベスト買おうと思ってた、いやまあヌプシじゃなくても何でもいい、ダウンベスト買おうと思ってたけども、あ、これ一つ候補でしてもいいかもなっていうところで、まあ最後見てもらったらいいと思うんで、本日の流れとしてですね、まずは形見ていきましょうと。どういう形になってて、例えばこれが前がジップなのかボタンなのかとかね、ポケットがどうなってんのとか、フードなんか入ってますのとか、いろいろそんな見ていって、その次に特徴とは言いながらも、こういう特徴があるからキャンプで使えるってことは、より街中で使えますよねなんていう話をするんやけども、まあデメリットもあるじゃないですか。とは言いながら、いいことばっかり言ってたらちょっとうさんくさいから、悪いところって正直なんですのとか、たくさん言ってよということで、わかりました、ご安心くださいということで、こんなデメリットばっかり言ってたらメーカーさん嫌われるかもしれませんが、まあ、そこはね、嫌われたら仕方ないという、開き直ってやっておりますので、デメリット言うと。でその次には、おすすめの人、こういう人には向いてると思いますよみたいなところを言って、最後サイズ感ないでいきたいなと思います。ではまずは形からいきましょう。はい、ではね、形から見ていきたいなと思います。まずはですね、フロントはですね、こういう感じでジップじゃなくてボタンなんですね。こうボタンでこうパチパチしていくような感じ。これはね、まあ、人によるんですけど、僕も後で言おうと思ってるんですけど、このボタンタイプって結構好き嫌い分かれるんですよね。あんま好きじゃないっていう方もいらっしゃったり、全然気にならんっていう方もいらっしゃるので、まあこの前のフロントね、ボタンタイプですわ。そして次、ポケットがどうなってるかというと、ポケットここありますね。まあ裏地も同じ感じでね、こういうリップストップナイロンっていう、こう破れづらい表地と同じような生地がこの裏側も使われてて、まあ綿が入ってますよと。でこれが左右にね、両方ありますよねなんて言って、まあ特に余計な機能はついてないから、こう裾絞ったりするようなね、ドローコードなんかもないですわ。はい、まあ、これが一応外観ですね。表側ですね。次裏いきます。でこれ裏もね、特にフードがあるわけでもなくて、まあ、首元にねちょっと綿がダウン入って、ダウンっていうか中綿が入ってますね。でここも綿が入って出てっていう感じだから、後ろも特に何もないんか。そうか、ヌプシとかやったらここにロゴが入ってるんですね。ノースフェイスってここにロゴが入ってるけども、それがないんか、表しかないんか。まあ、表に1箇所ここにねロゴありますけど、まあ、この刺繍のロゴが1箇所のみですわ。はい、これが外観です。はい、ではね、まあ、このダウンベストの特徴じゃ言っていこうと思います。これ何が特徴的なんか、普通のそこら辺にあるダウンベストと何が最も違うんかというとですね、これはプリマロフトなんですね。はプリマロフトって何ですのと、わけわからん、また冬のメーカーの話出てきましたねっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと思い出していきましょう。プリマロフトというのはですね、この中に入っている綿のお話をしてるんですね。綿は何かというと、こう白いモフモフのやつがありますよねなんて言って、まあ、その白いモフモフがあるおかげであったかい、まあそれは確かに意味がわかるなと。でもそれってね、弱点があって、濡れたらあかんのですよね。その白いモフモフ、まあ本間の名前はダウンって言うんですけどね、ダウンは濡れちゃうとぺちゃんこになっちゃうんですよ。だからそれはちょっとデメリットでありましたよねなんて言ったりしてるんだったら、ああそんな話去年よくしてたねって、まあ今年もよくしますよ、ずっとこれからしていくんやけども、まあ言ってたと思うんですが、このプリマロフトっていうのは同じような見た目なんですよ。え、白いバターしてる、まあ中開けてないから分かりませんよ、白いバターしてるな、え、これダウンと一緒ですやんと思ったりするんですけど、実は人工で作られてるからこそ濡れてもいけるんよと。だからダウンの最大のデメリットであったら、濡れると終わり、雨の日使えないっていうところが、このプリマロフトっていう中の綿を使うことによって、人工の綿を使うことによって濡れてもええんですよと。それが最大の
の特徴かなと思うんですよ。ほんでね、そのプリマロフトっていうのは、ね、別にノースフェイスが開発したわけでも何でもなくて、いろんなブランドで使われてるんですよね。パタゴニアとかでもあるやろうし、まあほんまいろんなアウトドアメーカーで使われてたりするんですけども、まあ、その濡れてもいいっていいじゃないですか。だってそれはキャンプとかで使っとってね、いきなりパーって雨降ってか降ってきてね、ダウン着てるからうわ脱がなあかんってなったりさ、本末転倒じゃないですか。サビーぞと、濡れたらサビーぞ風邪ひくぞってなってる時にダウンのこと気にしてる場合じゃないから、もう濡れてもねガシガシええんやっていうような感じで着れるっていうのが、まあこうキャンプ仕様になってるんですけど、まあ、街中で思い返してもそうですよね。例えば奥さんと買い物行ってると、で傘1個しかありませんとなった時に、相合傘するのもいいんやけども、ちょっと荷物とか増えてきたらね、私濡れるから傘貸してって言われますよね。ほな私に傘貸したんはええんやけども、ほなわし傘ないやないかいと、濡れるやないかいとずぶ濡れなるやないどないすんねんっていう時に、まあ濡れてもいいじゃないですかと、そんな時はプリマロフト着ときましょうよということでね、日本の旦那さんをね支えるような、まあ中綿といえば、まあ、プリマロフトというふうに覚えていただけるかなと思うんですけども、そういった感じで、まあ濡れてもいいというところが、まあ最大の特徴やと思います。まあそれ濡れたくないんやったらね、ゴアテックスのジャケットとかに買えばね、あの全然濡れる必要はないし濡れる心配はないんやけども、やっぱりゴアテックスになってくるとね、これが1万5000とかでセールで買えるんですけど、ゴアテックスになってくるとね、セールになかなかかからへんし、まあかかったとしても、まあ、安くても4万以上とかね、まあ、5万超えてくるっていうのは、まあ、普通に考えたらそんなもんやと思うので、まあ、天候気にせず、着れるような中綿ジャケットというのが、まあ、これの一番の特徴だと思います。その名はプリマロフト。まあこんなもん覚えんでも僕ずっとこの冬言い続けるのでね、あのそのうち頭ゴアテックスっていう言葉と同じようにね、またこいつ同じこと言ってるわと思うと思うんですけども、お許しくださいというのがまた一つ目ね。二つ目の特徴としては何かというと、パーテックスなんですね。またわけわからん横文字出てきましたねと、お前は冬になったらカタカナの話ばっかりするんやっていうことなんですけども、まあこれも覚える必要ないです。もう冬になったら言い続けるっていうか、あんまパーテックスの使ってるの少ないんですよ。だからあんま言うことないんですけども、まあパーテックスっていう生地が使われてて、それ何かっていうとね、まあこの表の生地がね、やっぱりどうしてもアウトドアとかしてたりしたら破れやすくなってくるじゃないですか。こうなんか尖ってるもんに刺さったりとか、それこそ枝とかもあるしね、ガッて引っかかったりとかした時にこう破れやすいっていうのがあるんですけども、まあそれが普通のより破れにくいのを使ってるんですね。その名もパーテックス。あ、ここで名前が出てきました。パーテックスってそういうことなんですねと、まあ、一番有名どころで言ったら、そのパラシュート、もう命を預けてるようなパラシュートの素材とかで使われてるのがこのパーテックスなんで、まあ破れることはないですよね。破れちゃったらもうチーンになっちゃうじゃないですか。まあもしくは大怪我ってことになるのでね、まあ破れることはおそらくないと思うんですが、まあ、そういった素材が使われてるということで、表の生地、その中の綿の話はさっきしたのええねんけど、表の生地もねちゃんと頑丈に使われてるので、まあ奥さんのね爪がね、すごい爪になることっていうのは、まあ、あんまりないかなと思うんですけども、まあ、これ見ていただいてる方とかやったら、よく接待でねキャバクラ行ったりしはる方も多いと思うので、まあ、キャバクラのね姉ちゃんとアフター行った時に、ちょっとねえねえって言われた時の、この爪がとんでもない爪してる時あるじゃないですか。そんな時にねガッて引っかかったり、僕は知りませんよ、聞いた話を言ってるだけなんで僕は全然知らないですけど、そのすごい長い爪がね刺さったとしても、あ大丈夫やで、刺してくれても俺パーテックスやから、は何を言うてんの、まあまあええから俺パーテックスやからって言って、その場をしのげれるんですよ。だからそういった方なんかにはね、頑丈というか、安心して使える。だからアウトドアでも使えるねんけども、街中のキャバ嬢ですら使えるんだということでね、覚えていただければなと思います。そして次の特徴としてはね、収納がある。まあ、これもいかにもアウトドアっぽいですよね。この中にね、収納袋がついてるんですよね。で、この収納袋があることによって、こう、くる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 ちっちゃくしていって、この中に入れることができます。でも、ダウンジャケットそんなことしたら開きませんよ。中の綿をね、ぺちゃんこにすることってあんま良くないので、まあ、基本的には線方がダウンはいいんですけど、これ中はね、プリマロフトなんで、人工ダウンやからくしゃくしゃにしてもね、まあ、まだ戻ってくるんでね、濡れてもいいし、くしゃくしゃにしてもいいしね、まあ、ガシガシその辺は使えると思いますわ。で、まあ、この袋の中にボーンって入りますよっていうのが、まあ、これ収納して持ち運べる。アウトドアで寒くなってきたらパッて着ようか、もうあったかくなってきたなと思ったら、これクシュクシュってこの中に入れて、まあ、ちょっと枕にしちゃおうかななんていうのは使える方ができるというところになってます。ただそれ今いいとこ言いましたけども、デメリットはじゃあ何なんと、何が微妙なんていうことになってくるとですね、これキャンプ用として作られてるんやけども、火にめちゃくちゃ弱いということで、焚き火とかしてたりしたら、特に薪でね焚き火しとったらパンパンパンってこう飛び散るの分かります？こうなんていうんですかね、火が叫んでるというか、薪が起こってるんか分からんけども、パンパンって火の粉飛んでくるじゃないですか。あれも一発ですわ。で、近寄りすぎたらもう一発ではなく、もうこういったね化学繊維のやつっていうの分かりますかね、ウールとかコットンじゃなくて、こういう化学繊維のポリエステルとかナイロンっていうやつはもう火の粉もう一発なんですよ。だからあれ当たったかな当たってないかなという時にはもう穴が開いてるんよと。ほんで気づいたらもうそれはどうしようもないんよと。で、穴開いたらもう終わりなんですよね。だから
からキャンプで使われるんやけども焚き火とかの時はもう使う方がいいんちゃうかなと思います。でそれ以外もね、最初言ったみたいにこのスナップボタンになってるでしょ、このボタンっていうところもね、やっぱ人によってはちょっと微妙っていう人いてるんですよね。っていうのもね、まあこうやって僕着るじゃないですか、この着た時にね、このボタンの隙間からやっぱり風が入ってくるっていう方もいらっしゃって、あんま暖かさ感じひんっていうのもあったりするんで、ダウンジャケットとかこういう中綿ジャケットでね、あんまボタン好きじゃないっていう方も結構多いんですよ。で僕もその一人なんですけど、こう保温力がね逃げていく感じがするんで、なんか微妙やなと思ったりするんやけども、まあ、そんな人そもそもベスト着ないですよね。ベスト着たらこの脇のとこからガンガンあったかいの抜けていってるから、まあ多分こういうベスト着る人って動きやすさを重視してはるから、暖かさを重視するんやったら多分ちゃんと長袖のねダウン着ると思うんですけど、まあ、そういうちょっとジップとかは気になるかなと思うので、まあ冬はねさすがにきついんちゃうかなと思います。まあ秋口とか、まあ、冬場の日中とかはいけたとしても、やっぱり夜とかね朝晩寒いんかなと思います。ほんでじゃあ次はおすすめの人ね行っていきたいなと思うんですが、おすすめの人は何かっていうと、やっぱりさっきも言ったけども水に濡れてもいいから、もう気候ね天候関係なく着れるというところで、明日のデート服これで行こうって決めてたけども天気悪なったから帰らなあかんで、あれめっちゃめんどくさいじゃないですか。で大体そういう時に限って寝坊してるんですよね。おいおい寝坊してるのに服も帰らなあかんやないかと、めちゃくちゃめんどくさい、もう時間ないし、もう友達家で外でもう待ってるから早出ていかなあかんのに限って雨降ってるから服帰らなあかん、もう決まらへんってなってくるんですよね。ほんで妥協したゆえに行ったら、そんな時に限って友達にネタにされるんですよね。それダサいやんとか、それなんかなんでそんな服選んだんとかネタにされるけど、うわそんなんやったらもう昨日の段階から飴を用意しといたらよかったと思うんやけども、だいたいそういうのってめんどくさいから用意してないじゃないですかってなった時に、もう飴も兼用できますっていうのはまあ楽なんで、そういう人にはいいんじゃないかなと思いますし、さらに運転ですよね。車の運転でね、こうやっぱベストなやつってめちゃくちゃ楽じゃないですか。そんなに干渉せえへんっていうのと、そもそもやっぱ中の綿がそんな多ないんですよ。そやからね、ダウンのこのヌプシみたいなパンパンみたいな感じのヌプシとかの方がやっぱあったかさは全然あったかいんで、冬はあっちかなと思うんですけど、ダウンベストとは言えてね、綿が多すぎるとちょっとこうかさばる感じってあると思うんですけど、まあ、そういうのが全くないから、まあ、車の運転もしやすいやろうし、まあ、僕やったらねこれも普通に洗濯もしちゃうかなと思うから、匂いとかついてもねネット掘り込んでねパーンって洗濯してね、汚れとか匂いとかも取れるんで、まあ、取り扱いがね楽かなと思います。まあ、ただ洗濯はね気をつけて洗濯された方がいいと思うので、おそらく推奨はしてないと思いますし、あ手洗いはねできるとは書いてますけども、まあ、その辺はご自身の判断でねされたらいいんかなというところで、最後サイズがね、僕これ今着てるのが L サイズです。サイズ感的にはタイトめっていうよりかは少しゆったりしてますので、普段着てるサイズであればこう重ね着した時にちょうどかなと思います。今僕ね T シャツしか着てんからちょっと大きく見えちゃうかもしれないですけど、まあ、大体こういうの着る時って長袖着たりとか、あとはまあパーカー着たりとかしたりすると思うので、中にねその時にやったら、まあこのLサイズでちょうどかなというふうに思いますので、まあ、サイズはいつものサイズでいいんかなというのが感想になっております。はい、ということでね、まあ、最初の冒頭にヌプシよりも買い得っていうふうに言ったんですけども、まあ、暖かさっていう部分ではもう完全ヌプシですよ。だけどまあ人によったらね、こう車で運転するのがメインやからヌプシ暑すぎんねんみたいな人からしたらね、逆にこっちの方がいいんちゃうかなとかなってくるし、まあ、人によったらこっちの方がね、コスパもいいし求めてたっていう人もいてるんちゃうかなというところで、まあ、今回お話しさせていただきましたというのが、本日が、キャンプインサレーションベストを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。